監督の業務っていうのはもうほとんどが問題解決でしょ。この選手をどう育てるかとか、このチームをどういうふうに持っていこうかとか、その他ね、全て問題があるわけですよ。その問題を処理していくには何が必要かって言ったら、定理と原則だと思うわけですよ。例えばね、勝負という、じゃあ勝敗を動かしているものは何だっていうことですよ。そしたらこれは原則にあるわけですよ。まず監督が影響しますね、勝負っていうのは。監督の采配と気分も含めて。で、勝負がうまくいかないと、自分が悪いんじゃないかと、自分に欠陥があるんじゃないかと、いや俺はちゃんとそのミスをしてないと、それじゃ何だと。選手の気分なんですよ。満不満を持ってないかと、どういうものを欲求してるかと、何を考えてるかと。で、私は長い経験の中で3つの能力っていうものを常にチーム作りの柱にしておったわけですよ。まず勝負事っていうのは自分の思うようにいかない、耐えること、待つこと、これは監督にはものすごく多いですよ。まず待つ能力っていうものをどんだけ作ってるかですよ。そしてもう一つがね、逃げる能力、これが今流行りの逃げ切りのエースです。もう野球は7回以降ですから、そうなった時に逃げる能力、つまり完投投手がいて後半はどうだろうかと、後半バテるがもう一人どうしても1回か2回は絶対というピッチャーを持ってるとかね、何でもいいんですよ。そして1点を取る能力ね、これで逃げるという、だから逃げる能力をどう作っていくかと。そして3つ目が、僕は捕まらない能力と。逃げる能力と捕まらない能力とはちょっと違うんですよ。捕まらない能力こそ人材なんですよ。監督の手腕ではどうにもならない。いい選手にどれだけ出会うか、一流選手なんて育てられるわけないんですよ。そういう選手にどんだけ出会えるかと。だからいい選手に、一流選手との出会いがあれば、その監督は非常に幸運であり強運の持ち主なんですよ。